キトラ古墳ちょっと行ってみましょうかね。道路渡れないらしいんでね、この地下から行かないからね、渡れないらしい。前水溜まってなかったからね、雨が多いから水が溜まってるんだよな。これを渡り切ったらな、よし、ここから入られへんのよ。こっちだって右。なかなかさっきね、橋本寺とかいろんなとこ行ったとこ大体雨だったんでね、もう寄ってないとこもあんだけど、行ったけどね、降りれなかったね、雨が強くてね。この広さでここね、こういうのがありましたね。はいはい、どうなんだろうこれ、前あったかな、記憶ないねこれ。こんなんあったかな、全然記憶ないけど、どうなんでしょう。これは記録ないぞ。いやー、熱くなりますよね。これあったの、いや全く記憶ないけど、これいかにボコッとしてきてるかよね、前ね。これがそうだ、これがあれがね、あれはそうです。このその後に出たんだよね、確かここがね。ラッキーやったやろうな。誰、佐藤栄作さん、佐藤栄作さん時代ってね。キトラ古墳の復元模型はこんな感じだったよ。丸くなってますけど、山がね、これで全部入った、入ってない、こんな感じか。